おお。どうも、今回こんなものを手に入れました。これマキタの 18V のバッテリーで動かせる充電式ハンディ走、モデル名 MUC101DZ っていうものになります。いや、ついに来ました。まあ、これが何かというと、まあ、ここにも書いてあるんだけど、庭木や果樹の剪定作業が手軽にできる片手で持てるハンディ走になります。ちょっとこれ早速中身見てみましょう。オープン。うわ、来たこれ。うわ、めっちゃかっこいい。そして軽い。これはで中身なんですけど、まあ、いつも通り説明書とあと保証書で、こんな感じでチェーンソーオイルも入ってました。これありがたいですね。すぐに使えます。ちょっともう今日これ使う予定があるんで、この後ちょっと見てからもう現場行って使ってみます。いや、これ非常に楽しみです。この 18V のバッテリーで動かせるっていうのがいいですよね。 18V バッテリー持ってる人にはこれ非常にいいアイテムなんじゃないかなと思います。今まで、なんか海外のマキタのバッテリーで動かせる謎のハンディチェーンソーみたいなものはこう海外のサイトとかに結構出回ってたりとか、 Amazon とかにも売ってたりしたんだけど、やっぱ純正にはかなわないですよね。こういった保証とか、故障した時の修理とかもそういった面でも安全です。っていうかこれゴムのガードがついてます。これいいですね。こんなゴムのガード初めて見ました。さすがマキタさんといったところでしょうか。この発想はなかったですね。これなら細かいところにこう枝とかが密集しているところの奥にこうやるときに枝が引っかかったりとかもしづらいし、もうギリギリまで切れるというか、これいいですね。で、あとこのガードがついてますね。これもいいですね。安全でこう切ってる時に万が一こう手が近くに行っちゃったりとかしても、刃に巻き込まれたりする確率もかなりこれなら減りますね。この安全面もかなり配慮されてます。これガード、こんなのもついてますね。なんか丸い穴がこう開いてて、ストラップとかつけられるんですかね。で、これこのちっちゃい刃、これ枝払いとかにはめちゃくちゃ良さそうですね。このガイドバーの長さが100ミリだったかな。あ、そうですね。ここにもあるけど、100ミリのこのガイドバーと、これぐらいの枝を切るには本当にちょうどいいんじゃないでしょうか。ちょっと回してみますか。おお、いいですね。ここにも安全装置が施されてて、ただ握っても回転しないんだけど、ここをこう下げてこうやってあげると回転します。左利きの人はこっちにあるんで、こうやってこうすると回転するっていう感じですね。この左右どちらの手でも扱えるようになってます。お、これ立つ、これいいですね。現場でちょっと置いときたい時とか、こうやったりとかしてあんまり地面に刃をつけたくないんですよ。その時これはこうやって立てておけるんで、これはいいわ。バランスもこう全体的に、なんて言うんだろうな、なんかすごいコンパクトだし、これめっちゃ握りやすいです。ここにもこう手を置けて、こうしっかりと支えながら枝とかをこう切ってあげることができるようになってます。この握る部分にはこの全体的にこうエラストマー樹脂みたいな、このゴムっぽいこういう素材のやつで覆われてて、滑りづらくてめっちゃ握りやすいです。この装チェーンはオレゴン製のものが採用されてます。もう間違いないですね。じゃあちょっとこれ実際に使ってみたいと思います。この 2x4 切ってみます。まずこのチェーンソーオイル入れます。このチェーンソーオイルついてくるのはありがたいんですよね。マキタさんのやつはチェーンソー買うとこれが毎回ついてくるんですよね。で、これオイル入れてあげるタンクなんだけど、これまたマキタさんのチェーンソーにはよくあるやつ、こう押してひねって開けるやつですね。これ非常にいいですね。工具なくてもこう現場でこういったチェーンソーオイル入れてあげることができるので、これはありがたいですね。はい、まあ、ちょっとこんなもんにしときますか。で、蓋をこう閉めて、この蓋も、あ、これめっちゃいいな。なんて言うんだろうな、このたまにあるんですよ、なんかどこまででもこう閉めれちゃうやつ。これそうじゃなくて、ここでもう止まるんで、なんか地味にこれ使いやすいです。
このチェーンソーオイルは自動で給油されるらしいです。ものによっては他社メーカーのやつとかだと、なんか自分で油ささないといけないっていうタイプのやつもあるんだけど、これは自動で給油されるそうです。どの程度の威力があるのか非常に楽しみです。じゃあ行ってみます。おおすげえ。ちょっと今止まっちゃったけど、あんま負荷かけない方がいいのかな。ここもですね、あ、ちょっと危ないんでちょっと外しながらやるんだけど、こうカタッとこう起こしてあげて、こうやってあげることでなんかチェーンの張りを自動で調整できるみたいなこと書いてありましたね。この部分、これちょっと説明書なんだけど、ここにチェーン刃の張りが自動的に調整されます。で下行って、チェーン刃が新しい時は伸びやすいので、チェーンの張りをこまめに調整してくださいってあります。これ張りを自動的に張ってくれるっていうことなのかな。ちょっとこの自動っていうところの意味が正直ちょっとよくわからないんだけど、まあ何にせよこの工具なしでここを緩めたりできるってのはいいですね。でこれ外してあげて、枝とか切ったりしてると、特に細い枝切ってると、ここに引っかかってチェーン回らなくなっちゃったりすることあるんですよ。なので現場でこういったものを簡単に取り除いてあげられますね。でこう締める時も工具なしでこう締めてあげられると。これはですね、よく考えられてますね。非常にありがたい仕様です。あ、結構張ってますね。自動なんで自分でやんなくていいのかな、ちょっとわかんないけど、もう一本こうちょっと切ってみますか。おお、これはいいぞ。すんごい切りやすい。あ、いいですね。パワーも申し分ないですね。ただちょっとあんまり負荷かけると、結構あるんですよね、このマキタさんのチェーンソーは途中で止まるってことがあるんで、あんまり負荷かけるとこんな感じでちょっと止まりますね。なので、ゆっくり、こう切っていくのをおすすめします。はい、めっちゃ切りやすい。ちなみにですね、この刃なんだけど 80TXL っていうタイプの刃がこう採用されてるらしくてですね、これ薄刃なんですよ。なので食いつきが非常にいいというか、抵抗が少ないんで、切ってる時にこうスムーズに切れるっていう、そういった刃が採用されてます。自分がよく使ってるこれ 40V のマキタのチェーンソーなんだけど、これにもこれと同じ薄刃が採用されてます。これ非常に切りやすいんですよね。太い丸太でもこうガンガン切れるんで、本当に食いつきがいいんですよ。まあ今も切ったんだけど、これ切れ味は抜群ですね。こういったタイプのハンディチェーンソーといえば、自分このミルウォーキーのハンディチェーンソー、めちゃくちゃ愛用しててですね、これよく使ってたんですよ。ちょっとこれとも比べてみたいと思います。これでもちょっと実際に切ってみるんだけど、はい、こんな感じで、これと引けを取らないですね。これ 12V キーなんだけど、これ切れ味めちゃくちゃ良かったんですよ。これと同じ感覚で切れますね。刃はこっちの方が長いのかな。やっぱ枝切りにはこっちの方がいいかな。個人的にはですね、これスパイクついてるんですよ。こう引っ掛けてグイーってこう切れるんだけど、ちょっとスパイク欲しかったですね。このスパイク本当いいんですよね。ただこっちの方が軽いんですよね。ちょっと測ってみます。こっちのミルウォーキーのハンディチェーンソー、これ本体このカバー付きで、この 12V の3アンペアの一番小さいバッテリー入れて、2001g に対して、このマキタのハンディチェーンソー、これ本体とカバーに、この一番容量の多い6アンペアのバッテリー、これつけても1983g なんですよ。なのでこっちよりも軽いんですよね。この軽さはいいですね。でこれで重いなって感じた場合でも、これこのマキタの純正の 18V の 1.5 アンペアのバッテリーがあるんですよ。
これやってあげれば、こう作業するときはカバーこう外すんで、これでも問題なく使えるんで、これの場合だとですね、1634g、この重さで作業できるっていうのは非常にありがたいです。でこの握るところも細いんで、こっちちょっと太いんだよな、パワーある分ちょっと太いっていうこの握りが、こう持ちやすいのは非常にいいですね。ただちょっと個人的に気になったのは、こっちの場合だとここで切ってあげることはできるんだけど、下から上にここですね、ここで切ってあげるときはちょっとやりづらいというか、これはやんない方がいいのかな。こう切ってあげたいときがあるんですよ。このミルウォーキーの方だと、こう握ってガードがここについてるんで、ここにはガードついてないんですよね。なのでこう下から上にこう上切りがやりやすいんですよ。枝打ちだったらここで切ってあげれば十分なのかな。個人的にはなんですけど、ちょっと上切りもしたかったなってのはあります。ただこの 18V 仕様でこれ出してくれたっていうのは非常にポイント高いですね。こうやって 40V 仕様のやつもあるんだけど高いんですよ。であとはこの 40V 製品群ってもう人によってはオーバースペックすぎたりもするんで、こんなパワーなくてもいいかなっていう人も結構いたりすると思うんで、 18V って多分市場的にはこの 40V よりもはるかに普及しているモデルだと思うんで、これありがたいなって感じる方結構いるんじゃないかなと思います。こういったこのちっちゃい可愛い 10.8V 仕様のバッテリーもあるんですよ。で自分今回この 18V 仕様のハンディチェーンソー買ったんだけど、この 10.8V 仕様のハンディチェーンソーもあります。なんかカタログ見た感じ3つラインナップ出てるんですよ。でこの 10.8V 仕様に関してはなんか2種類こう出てて、なんかまあ色の他に自分で調べた限りだと、これでいうここですね、このなんかガードがこのゴム仕様か樹脂のこうプラスチック仕様かみたいな、そんな感じのこの2種類のモデルもあるそうです。なのでこういうハンディチェーンソー欲しいけど 10.8V 仕様のバッテリーしか持ってないみたいな人には、この2種類これも非常にいいんじゃないかなと思います。でまあ牧田さんのことなんで、いずれ 40V 仕様のハンディチェーンソーとかも出るのかな。まあその場合はですね、 40V 仕様も一緒に出してほしいとは思うんだけど、これ、あるあるですね。場合によっては後出しで 40V のやつ出してくる可能性もなきにしもあらずっていう感じです。はい、まあ、ちょっとこれですね、今いろいろ実験したんだけど、まだちょっと切りたい作業があるんで、実際に現場行って使ってみたいと思います。ということで、このわさび田にやってきました。このスペースがですね、ちょっとそこら辺のわさびの生育があんまり良くなくて、ここら辺にこう寒冷車をかけてあげたいなって、でもこのシェードがあるんですけど、この日陰みたいなやつ、それを夏場にこうかけてあげたりとか、でこの辺今こう枯れてきてるからあれなんだけど、これ夏場もっさーっとこうなんていうかツタみたいなやつが生い茂っちゃって、でなおかつここスズメバチめちゃくちゃ来るんですよ。なんか知らないけど今はちょうど来ないんで、このもう冬になってきてるんでスズメバチも減ってきてるんですよね。なので今ちょうど頃合いかなと思って、こういった邪魔な木を切っちゃいたいと思います。そうすればこの辺でいろいろ作業できたりとか、この寒冷車張る時にも邪魔にならないんで、ここの木を伐採してあげたいと思います。さっきのマキタの電動の運搬車、あれも 18V 仕様の同じバッテリーで動かせるんで、これ共通なんですよね。で非常に汎用性が高いですね。そういったところもこれこの 18V バッテリーの この魅力じゃないでしょうか。こういったチェーンソーグローブみたいな厚手のグローブしてても握りやすいですね。
これは非常にいいです。ちょっとこれ、ほほほ、いいな、これはいいぞ、これは素晴らしい。こう薙ぎ払うのにもいいですね、これ細かい枝を。おお、一瞬この根元というかこの地面に近い部分も結構繊細な動きができます。おお、これめっちゃいいじゃん。おお、ちょっとあっちもガンガンやってきますか。そうそう、こういう時にですね、この切り方したいんですよ。上切りというか、ちょっとこっちから行くか。ちょっとこれ鉄なんで気をつけてやらないとこの刃がいかれちゃうんで、ちょっと気をつけつつやります。ただめっちゃやりやすい。おお、そう、こういう時ですね。ちょっと一応これ持ってきたんで、こう行きたい時があるんですよね。こんな感じで、これだと、あ、まあこう言ってもいいんだけど、それだとちょっとやりづらいんだよな。なので これはでもちょっと危ないからな。あ、ただこの軽さはもう正義ですね。超やりやすい。あんまやっぱ攻めすぎると止まるんで、その辺は気をつけつつ、そう、こういう時これやりたいんですよ。はい、これそう、あんま攻めすぎないように。ただほんとゆっくり切ってあげると、もうバターみたいにさーっと切れてきますね。コンパクトなんでこの際もやりやすいですね。ちょっと止まるかな。おお、素晴らしい。こんな太いのも、これどんぐらいあるんだろうな。結構ありますね。このガイドバー10センチなんで、もう10センチぐらいの太さの木だったら全然切れちゃいますね。ちなみにこれは後で薪にします。
あ、バッテリー、これ燃費いいな。もう結構切ってるんだけど、今のとこまだインジケーターは1個も減ってないですね。おお、やっぱなんだろうな、この太いのを切るときはこの回転が止まるのちょっと気になるんだけど、こういう枝打ちは紙レベルに使いやすいです。おお、素晴らしい。よし、だいぶ綺麗になりましたね。これもいいとか、いや楽しいわ。この剪定作業が億劫だって感じてた人にはこれ持たせてやりたい。超楽しい。あのやっぱ新品のブレード、さっきの説明書にもあったんだけど、新品のブレードはやってるとちょっと緩んでくるんですよね。そういった時はこれを、これで貼ってあげることができるのかな。ちょっと今あの細かい枝が噛み込んで止まりました。まあ、こういう時にこれ便利ですね。この工具なしでこういけるっていうのが。ちょっと今噛んじゃったんだけど、噛んだ時はこれを下にカチンと下げて、そうすると噛み込むんで、あとはこういうことですかね。これで、あ、貼りましたね。あ、なるほどなるほど。こうなんかチェーン変えた後に締めるとこっちも貼るっていう、これが自動で貼るっていうことなのかな、うん、すみません、間違ってたらすみません。はい、あ、戻りましたね。引き続きやってきます。最後この結構背が高いやつ切って終わりにします。
はい。いや、すごい。あっという間に片付いちゃいました。いや、素晴らしいですよ。バッテリーがですね、全然減らない。燃費めっちゃいい。あんまり向いてはいないんだろうけど、本当にこれぐらいの太さまでだったら余裕で切れちゃいます。はい、やっぱ今みたいにゆっくり切ってあげると、一回もストップせずにもう10センチぐらいまでだったら余裕でバターみたいに切れちゃいます。バッテリーまだ3残ってるんで、来週キャンプやるんで、あの薪を調達したいなと思ってきたんですよ。ちょっとここにですね、すみません、さっき最後って言ったんだけど、まだバッテリー残ってるんで、これいっぱいになるまで薪、こう切って入れて家持ち帰りたいと思います。よいしょ。はい、ちょうどこの薪入れですね、このスノーピークの薪入れ使ってるんだけど、ちょうどこの自分の拳のここからここまでの間ぐらいの長さの薪が入るんで、この長さでちょっと切ってきます、バッテリーが終わるまで。待ってください、あの切るものがなくなっちゃいましたね。切るものがなくなっちゃった。ちょっとまだ2あるんですよ。ちょっとこの切り残したやつも切っちゃいますか。おお、すげえ、まだ2残ってる。すいません、あの切るものがなくなっちゃったんで、バッテリー終わるまではできなかったです。ちょっとこのバッテリー、あの運搬車につけてまた持って帰らないといけないんで、ちょっと残しときます。最終的にはですね、さっき切り倒したやつをこんな感じで玉切り、相当な量あります。最初この箱いっぱいでやめとこうかなと思ったんだけど、この箱2箱強ぐらいありますね。なので非常に燃費いいです。はい、ということで今回これ使ってみて良かったなと思った点から挙げていきたいと思います。まずはこの軽さですね。めちゃめちゃ軽いで、あとこの取り回しがすごいいいんですよ。でコンパクトなんで、片手で本当に、こう楽々こういったものを切断できます。今回切った中で一番太いのは本当10センチとか、それぐらいある、こういう木も余裕で切れちゃいます。であとこのゴムのガード、これいいですね。やっぱさっきの入り組んだところとか、こう狭いところでやるときに、こうプラスチックのだと当たっちゃっていけないところも、このゴムだとふにゃっとこういって、こう切れないところも切れるというか、奥まったところもこう切れます。一番これ良かったなと思ったのはこの燃費ですね。これ、さっきもやったんだけど、これぐらい切ってもまだバッテリーあと2残ってます。あのもう切るものなくなっちゃったんで終わらせることができなかったっていう、それぐらい燃費が良かったですね。それが一番良かったかな。でまあこういったコーグレスで、こういったところもできるのもいいですね。ちなみにチェーンソーオイルもまだ残ってます。はい、半分ぐらいしか入れてなかったんだけど、まだ残ってますね。1日使う分ぐらいだったら余裕で、このタンクで間に合うと思います。はい、でもってですね、使ってみてここかなと思った点も挙げておきたいと思います。一番はですね、やっぱ負荷をかけすぎると止まっちゃうっていうところですね。個人的にはそこまで負荷かけてないんだろうなって思った時も、たまに止まっちゃった時があって、
それはちょっとやっててストレスではあったんだけど、まあその解決策としてはやっぱゆっくり切るっていう感じですね。ゆっくり、こう時間かけて切れば本当に太いものでも切れるんで、うん、パワーは本当すごいんですよ。でハットはですね、これ愛用してたんで、やっぱ比べちゃうんだけど、このスパイク欲しいですね。これメインは枝打ち用に開発されたっていうのは分かるんだけど、やっぱやってると切れちゃうんで、こう太いのも切りたくなるんですよ。そういった時にこのスパイクがあると、このスパイクで引っ掛けたところを中心にこうガーッと切れるんで、切りやすいんですよね。なのでちょっとスパイク欲しかったです。であとはですね、これもちょっと最近このミルウォーキーのと比べちゃって、申し訳ないんだけど、これみたいにですね上切りしたいんですよ。これがですね、この上の部分で切りたいんだけど、その場合はちょっと手間というか、これに関してはあんま上でこう切らない方がいいのかな。引っかかっちゃったりしても破損の原因とかになっちゃうんで、ただここにガードがあれば上切りもこうできたんで、やっぱ今回もやってて細かい枝とかをやってる時にやっぱこう上で切りたいシチュエーションがあるんで、個人的にはこれ本当に個人的な意見なんだけど、このカバーをここにこうやってほしかったですね、はい。まあ、何が言いたいかというと、この上切りがしたかったっていうところですかね。あとはですね、この値段、これちょっと高いんですよ。他社メーカーのものと比べるとやっぱ定価が2倍ぐらいするのかな。なのでその辺がまあちょっとなとは思います。ただそんなところですかね、うん。これやっぱいいですよ。これ多分めっちゃ売れると思います。このマキタ純正っていうのがもう素晴らしいですね。その保証面も安心だし、壊れちゃって修理出すとか、そういったサポート面、アフターケアみたいな、そういったところも安心です。まだこういう電動工具持ってなくて、マキタのこのバッテリーのシリーズちょっと欲しいんだけどなって思ってる人とか、これめちゃくちゃおすすめです。これ買えば他のさっきの運搬車とか、その他に掃除機とかもあるんですよ。もう本当にいろんなものがあるんで、マキタ沼にはまるには十分な商品じゃないでしょうか、これは。うん、これめっちゃ売れると思う。あとはですね、本当軽いん でしかも 1.5 アンペアのさっき見せたちっちゃいバッテリーをつければもっと軽くなるんで、本当に庭の 2,3 本とかたまにやりたいなみたいな、そういう人はですね、その 1.5 アンペアのバッテリーとかもいいかもしれないです。あとは女性ですね、あんまり力がない、重いものを持ちたくないとか持てないっていう人であっても、これだったら全然持てると思います。でこういった安全面もすごい配慮されてるんで、本当に女性にもおすすめです。ということで、これめちゃめちゃ気に入りました。これ今度キャンプに持ってったりとか、家で薪ストーブで使ったりもしようと思うんだけど、これキャンプの時にこれ持ってこうかなとすら思ってます。1回のキャンプぐらいだったら全然バッテリーなくならずにまた持ち帰ってくるとかできると思います。まあちょっとこれめっちゃ気に入りました。また今後の動画でもたびたび登場すると思うんですけど、お楽しみに。はい、ということで、今回はマキタの 18V のハンディ走 MUC101D の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。